KD0.51 です。ちょっと上がってんじゃねえか。してまたこの意味わからんタイミングで動画を出すなお前な。エルスター環境末期アシスタンステンバイ前日。シーズン10はやる気になれなかったせいでバトルパス45までしか開けてないんだよな。でこれはモラアリーな。しかもお前さっきランクの方選んでたよな。計測戦4勝しかしてない上に全部ギリギリだったからブロンズだけどな。でこのランク帯だったらいけるだろと最高ランクプラチナ4。余裕を抜かす実力シルバー4のバル戦。ガバガバモザンビークを早速決めていくぜ。よしかった。ミッションを進めさせてもらうぞ。こいつ無慈悲すぎるだろ。てかそんな車線通りまくりの場所でフィニッシャーやったら死ぬだろ。死なないんかい。目の前に敵いるから結構ヤバいんだけどな。まあ隠れてたらなんか勝ったし。そんなガバガバプレイで大丈夫なんかい。味方強かったのでよし。もはや運の勝利じゃんか。やってなかったイベントを進めておこうかな。それシーズン切り替わりでやるの頭悪すぎだろ。このリアルやんけ。そのネタをお前がこするんかい。白カラススキン欲しかったけど過ぎてしまったものはなし。周辺に部隊はいないぞ。それはミソジのおじさん。おわあ激戦区の横通るやんけ。敵部隊、よし。煽り寄る煽り寄る。じゃガントレットもどきしに行こうじゃないか。時短の奥端、ランニング血だまりワンコ。じゃあイベントも終わらせたし、ここからシーズン11の録画に移りますね。練習サボってたら新シーズン来ちゃったんじゃん。その前にシャドウロワイヤル楽しかったよとレポート。ブラウラーかわいい。クソザコカジュアルやるよ。相も変わらずバルキリーで新マップ探検だぞ。パーティにアッシさんいないのか。アッシさんちょっと可愛いと思ってる。新武器の CAR さん、マスターになった友人が言ってた話で。友人ちょっと強くなってんじゃねえか。なんかエイムアシストが強めに働いてるらしい。思ったより根拠ない話だった。私もそのプラシーボ効果にあやかりに行きたいと思いたい。プラウラー SMG があるんだからフライヤー LMG があったっていいと思うんだ。それしばらくしたらスパイダーバースト AR とか出てきそうだな。ホームポイント激押しすぎてささ BGM がこんなにのどかだがそのまま負けたぞ。がっつりアークスター刺さってて早く。今夜私がいただくのはがっつり火薬のアークスターチャーハンです。スーパーヒュー。さてシーズン開始直後の地獄のようなランクだぞ。平然とマスターが飛んでるカオス。仕方なしでこんな場所に降りてしまったから雲からぐ。なんやこいつら気も。安直。スパイダーマ制圧完了。新マップの地形全然わからん。めっちゃ敵来てるじゃん。一人落とされてかなりピンチと。退避。他の部隊が魚振りに来てたのかなぜか逃げ切れた。一応落ちてきてるか確認。めちゃめちゃ睨んでたわ。漏れなく大ピンチで森。一人結局死んでさあ大変。一旦回復しました。動画もうカバーする気なくてズレズレぐさ。お前は救えないんだ。ごめんな。ランクじゃなければカバーしに行ったんだけど。言うてブロンズだから何も痛いはずないのに。もうここからはバルらしい動きじゃないともはや勝てないのでマッティに交換するぞ。マッティくん、知り合いがカボチャのお面かぶってたなぁと。オルタさん、ここで老婆体質のお知らせ。ご近所さんに別部隊がいるっぽいのでトリックオアトリートしに行きます。行き過ぎてんだけど。こんにちは週刊少年ジャンヌです。裏にいないじゃん。もうフラグ。なんやめちゃめちゃいるやん。なぜ奥にいることを考えなかったのか。ウルトで逃げれん。仕方ねえ。ここはバルの特権で錯乱して隙を伺うぞ。わしっかり魚振られてて草。しかもロングボウの撤収かよ。ちなみにこの後カジュアルでなぜかハイドプレイの弱々物資で1位を取っちまったからあげとくわ。しかもソロかよ。